ジアン・アイ・デッドは、スウェーデン・ファルケンベリ出身のメロディックでスメタルバンド。2010年11月に、ローランド・ヨアンソン、リッカルド・スンネソン、ローゲル・スンネソンの3名で結成。もともと、ローランドとリッカルド、ローゲルは、ソニック・シンディケートで活動を共にしていた。ジアン・アイ・デッドの下敷きとなったのは、同バンド活動中の2008年に、リッカルドと、 ローゲルの2名で行われた作曲プロジェクトである。このプロジェクト自体は当時は作曲を行っただけで活動化することはなかった。2009年にローランドが長期ツアーの疲れを理由にソニックシンディケートを脱退。リッカルドも2010年に音楽性の相違を理由にソニックシンディケートを脱退している。この時期のソニックシンディケートは所属レーベルからの圧力によって 音楽性をよりポップなものへと変化させていく、過渡期にあった。リッカルドの脱退後ローランドから連絡があり、初期ソニック、シンディケートの音楽性を標榜する新バンド、ジ・アンガイ・デッドを結成する運びとなった。スカーシンメトリーなどで活動するヨナス・キエルグレンとソニックシンディケートのヨンベンソンをサポートにレコーディングを行い、2011年4月にはデスポッツレコードから1ステップ。 ナイトメアランドをリリースし、デビューを果たした。デビュー後、立て続けにシングル、ビトレイヤー・オブ・ザ・コード、インヘルト・ザ・アースをリリースし、11月末には、ファーストアルバム、ヘル・フロストをリリースした。同アルバムには EP から引き続きヨナスキ・キエルグレンとヨン・ベンソンがサポートとして参加した。同年秋に、正式ベーシストとして、サイファー・システムで活動するヘンリック・カールソンが加入。 ヘンリクはローランドと長年の友人であり、2011年初めにベーシストとしてジアンガイデッドに加入の誘いがあったが、ジアンガイデッドがプロジェクトではなくよりフルタイムバンドになってから加入することとなった。2012年初めに元シャイニングのリッカルド・シルがセッションメンバーとなる。リッカルドにはローゲルから参加の依頼があったという。その後、 正式メンバーとして加入する運びとなった。2012年1月下旬には、ファーストアルバム、ヘル・フロストが、アバロンレーベルからリリースされ、日本デビューも飾っている。ローゲルは、ソニックシンディケートに在籍しながら、ジアン・アイ・デッドに参加していたが、ソニックシンディケートは2011年9月に活動を、休止。2012年6月に、ソニックシンディケートを脱退し、 ジアンガイデッドに専念するようになった。2013年8月、オーストリアのナパームレコードと契約を結んだことを発表。2014年1月末にセカンドアルバム、フラジャイル・インモータリティをリリース。プロデューサーにはヘンリク・ウッドが起用された。2015年夏、ヨナタン・ソルペンベリがローランドの代役としてライブに参加した。ヨナタンによると、 元々は1ステージのみのセッションメンバーのつもりで参加しただけであったが、ローランドがバンド以外の面で多忙となってしまったことから、その後もライブセッションとしてジ・アンガイ・デッドに参加することとなった。2016年2月末、サードアルバムラスト・アンド・ロージングをリリース。なお、ホグアルバムよりヘンリク・カールソンがヘンリク・リル・イエサンドと名前を変更している。 2016年のツアーもローランドに代わってヨナタンが参加。結局2016年12月中旬にローランド・ヨアンソンの脱退とヨナタン・ソルペンベリの正式加入が発表された。2017年11月にフォースアルバムザ・バトル・ロワイヤルをリリース。同アルバムの初回限定版には地元ファルケンベリで行われたローランド・ヨアンソン最後のライブの模様が収録されている。 同ライブには、ローランドの公認であるヨナタンも参加しており、ローランドとヨナタン双方がギターを演奏するなど、本来の編成とは異なる、全6人、トリプルボーカル、トリプルギター編成でのライブとなっている。一部各局では、ローランドにとっては、ソニックシンディケート時代の同僚であるヨンベンソンや、バイナイトのクリストフェル・アンデションがゲストととして参加した。2018年10月、 初来日公演。2020年8月にベーシストのヘンリクが脱退。脱退の原因は家族や仕事の状況に加えて他バンドでの活動などで多忙なため、時短外デッドのために十分な時間を確保できなくなってしまったため、脱退発表時点で公認は決まっておらず、バンド側はヘンリクの公認については急いで探していないとも述べている。同年にはフィフスアルバム、 ファーザーシャドウをリリース。ありがとうございます。